あーいたいた、アトリくん。すっかり男前だね。あ、お菓子だ。君は昨日の C 組の平方だよ。平方くん、他のクラスの教室には入っちゃいけないんですよ。いた。くっそ真面目だね。なんだ、落ち込んでるって聞いてたけど元気そうじゃん。え、誰から？さあ、尾上くん。てか忠告だけど、柏先輩キレるとマジでヤバいから、もう少し気をつけた方がいいよ。あの人、狂犬って呼ばれてる校内ナンバー2の有名なヤンキーだよ。下手なこと言うとシャレになんないって。そんな人が僕のことを助けて、ってあれ、もしかして僕はとんでもないことをしてしまったのでは。おい、あれ2年の柏先輩じゃ。で、来ちゃったか。柏先輩、自分のクラス以外の教室に入るのは校則違反ですよ。羽鳥くん、逃げて。柏さん、どうぞお入りください。おい、羽鳥とか言ったな。ここじゃ話になんねえ。ちょいと面かせよ。終わった。ここなら邪魔入んねえだろう。で、何やってんだそんな隅っこで。いや、衣装は残しておこうかなって。悪かったな。え、昨日のあれ誰かから脅されてやったんだろう。え、柏さん、あれ事情も知らねえで殴っちまった。許してくれ。告白のこと、あの時の告白、まさか冗談だと思われてる。違いますよ。今なんて。冗談なんかじゃない。昨日の告白をなかったことにしないでください。こっちは本気だからね、柏さん。何？早く僕のことを意識してください。ちょ待て、ハトリ、ちょっと待ってっつってんだろボケ。あ、出てきた。めっちゃキレてたな、柏さん。ああ、大丈夫？ハトリくん、衣装落ちてるぞ。神様、この恋が叶う日は来るのでしょうか。意識はするだろう。原作者さんや声優さんの励みになりますので、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。